赤金ミュージアムにある太鼓台ミュージアムに庄内子ども太鼓台が展示されることになり、10日は午前中から搬入の作業が行われました。赤金ミュージアムには新居浜市の誇りである新居浜太鼓祭りに実際に参加している太鼓台が3ヶ月ほどの周期で展示されています。これまで市内の26台の太鼓台が展示され、その迫力ある大きさとそれぞれの太鼓台の特徴である飾り幕を見ようとたくさんの人が訪れています。10月から展示予定の川西地区の新田太鼓台が10月18日に搬入することから、それまでは同じ川西地区から赤金ミュージアムに近い庄内子ども太鼓台が子ども太鼓台としては初めて展示されることになりました。10日は大型トラックで掛け棒や台場、飾り幕などが到着し、太鼓台ミュージアム内に運び込まれました。そして台場に掛け棒を固定した後はロープでしっかりと締め上げていきます。木槌やハンマーでロープを叩くカンカンと乾いた大きな音がミュージアム内に響き渡っていました。目の前でどんどんと組み上がっていく太鼓台の様子を興味深く子どもたちも見守ります。夕方になるとほぼ組み立ては完成、本番さながらに威勢よく太鼓を叩いていました。庄内子ども太鼓台は10月14日まで展示される予定です。赤金ミュージアムは月曜日が休館日で、太鼓台ミュージアムは午後5時までとなっています。